なかなかですね、会社も歴史を積み重ねますと、私の発言もそうですけれども、こうなんていうか通り一辺倒というか当たり障りのないというかそういうことしかできないんですけれども、ぜひですね、あそこの扉を閉めた瞬間から、ここ新木場は大日本プロレスの違い保険だと思って。